ノートニュースをご覧の皆さん、こんにちは。日向坂46の宮田真桃です。私は本を読むことが大好きで、カバンの中にはいつでも本が3冊入っています。1冊は今すぐに読むようで、2冊目はこの本じゃないなって時に読むようで、3冊目はもし2冊とも読み終わっちゃった時に予備のための1冊です。それから携帯の中には電子書籍もたくさん入ってて、いつでもどこでも本が読める環境にあるんです。皆さんもいっぱい本読みましょう。それではバイバーイ。